カラスカは、鳥類すズめ目のトガである。カラスと総称されるが、競技には、カラス族など数族をカラスと総称する。カラスカには他に、カケス類、オナガ類、サンジャク類、カササギ類などが含まれる。南極、南米南部を除く、全世界に生息する。アフリカ大陸、オーストラリア大陸、北アメリカ大陸、ユーラシア大陸、アイスランド、アイルランド。 イギリス、インドネシア、日本、パプアニューギニア、マダガスカル。最大種は、渡りガラスで、全長65センチメートルと、スズメメでも最大種。多くの種では、全身が黒い羽毛で覆われるが、多彩な色彩の羽毛を持つ種もいる。くちばしや講子は頑丈で、鼻孔は羽毛で覆われる。草原、森林、砂漠、海岸、市街地などの様々な環境に生息する。 食生は雑食で果実、種子、昆虫などを食べる。さえずらない。多くの種は樹状や断崖に木の枝を組み合わせたお椀状の巣を作り、卵を産む。カラス科など7中はカラス浄化の中で単系統を作るが、互いの系統関係は不確実である。カラス科内の系統時はエリクソン・エトール、ボナコルソピーターソン。 カンムリカケスプラティラファスは図示されていない。二つの大きく放散した系統があり、一つは新世界に生息し、ニューワールドジェイスと呼ばれ、もう一つは旧世界に生息しカラス類、カササギ類、旧世界のカケス類などが含まれる。伝統的にカラス化とされてきたが論争のあったヒメ砂漠ガラススドッポダセスは、スズメコモクの始終からカパリダエに移され、 さらにウカラ属パーに含められ、学名もパーヒュームリスとなった。カンムリカケスプラティラファスは、モズカラニーディに近い可能性があるが、カラス化に留められている。シブリーアルクイストでは、カラス属コルバニーとされ、カラスアカに含まれていた。国際鳥類学会より、25族128種。適応力が強く植生が幅広いため、 市街地などの他の鳥類が生息しないような環境でも見られることがある。一方で開発による生息地の破壊、人為的に入された動物による捕食などにより生息数が減少している種もいる。ありがとうございます。